引っ越して半年にもなるのに、あの家の住人とは一度も口を聞いたことはなかった。私たちは絶対にあの家に行くことはなかったし、あの人たちも私たちに決して関わろうとはしなかった。でも先日、彼がおかしなことに気づいたの。お隣さんの指、毎日一本ずつ減っていってるの。黒い家。그전부터날알고있었죠。決してその家を探さないでください。